皆さんこんにちは、春風美奈です。聞いていいことがあった。ちょっと今日は応援してくれる人の作り方というお話をしたいと思います。私が起業当初は誰からも応援されてないし、絶対にやめろって言われてたし、お前何考えてるんだっていう風に非難しか浴びなかったっていう起業当初でした。残念です。で、そんな私が聞いてめっちゃ嬉しいことがあった。聞いて、私ヨニワンド死ぬほど傷物がたらふく届いて、もう殺してやりたいくらい怒りが湧いてたんですよ。まあ、昨日の話なんですけど、また傷物だったのね。なんなの、マジなんなのってくらいの悲しい現状があったんですけど、でその一方で私研磨業者さんと見つけて、でそれですっごい紳士的な対応してくださる方で、本当にマジでありがたい方なんですよ。でね、そこでみんなに聞いてほしいんだけれども、何か気に食わないことがあった時には望んでほしいんですよ。これは前なんか恨み方つらみ方の話をした時と同じなんだけれども、今の現状でマジ許せない、やってらない、なんでこんなことが起きるんだよ、私の身に、許さんっていう気持ち沸かせてください。怒ってください。私めちゃめちゃ怒ります。で怒って、はぁ、許せない、許せない、許せない、死ねーって思ったら何するかっていうと、ノート書くのよ、ノート書くのよ。ノートに、じゃあどうがいいの、じゃあはるちゃんは何を望んでるのって。例えば私のね、どんな人と付き合いたいかっていうのはめちゃめちゃノートに書けます。例えばお客さん、美人で可愛くておしゃれで自分を持ってて、こうでこうでこういう人と私は付き合っていきたいでござるっていう風に書くの。出てくるから、マジでマジで出てくるから、これこうやって私人間関係作ってきたから、マジで。ね、忘れないでもらいたいんだが、私は今回の博多であった屋上マルセの、スタッフさんは私は初対面の方です。ルミコさん初対面でした。で、なのに私はもうトン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 ってつながって、もうすべて任せっきりにしました、できました。なぜかっていうと、全部合致して望み通りだったから。スクエアが使えてって美人で、おしゃれで、なんかこう、ヨニワンドが買ったことがある人って私書いてたの。叶ったから。叶ったから。私これ一回じゃないの。何回もやってんの。あれよ、2年3年前のシンデレラプロジェクトのところで初めてマルシェ出店した時があって、で、その時にも、スタッフさんが欲しくて、自分に、私友達その時いないから困ってて、誰にも頼めなくてどうしようと思った時に、旦那も手伝うって言ったけど結局来れないってなって、もう死ねって思ったんだけど、じゃあどうしたらいいかって言ったら、スクエアが使えて、で気が回って、私のことを支えてくれて、私のこと好きな人みたいなこと書いてたの。そしたらまた新たに、はいって連絡くれて、で、それでスタッフお願いしたことがあったの。で、全部そうやってスタッフさんお願いしてる。嬉しい！そうやって人が出てる。今回のヨニワンドも、研磨してくれる業者様も、すっごい嬉しいんだけど、その私の商品に共感してくださったんですよ。女性器のマッサージに使う道具ですっていうことに関して、それは素晴らしいことであって、素晴らしいものだから、ぜひ応援したい、協力したいって言ってくださって、正直すごい手間かかってるし、お金になってないんじゃないかって思うくらい、もう丁寧な仕事してくれるし、丁寧な接客してくださるんですよ。すっごいいい人。そんな人が目の前に現れました。望んだからです。丁寧な人がいいって、ちゃんと接客してくれる人がいい、こんな人に、こんな人がいいっていう風に私ノートに書いてた。叶う。本当に叶う。今、もし、今の人間関係に恵まれてなかったんだったらば、じゃあ、ぶっちゃけ何がいいの、どうがいいのっていうのは、書いた方がいい。それは、叶えるためじゃない。叶ったら嬉しいよ。ラッキーだよ。でも、一番最初に目的として、
自分は何を望んでいるのかっていう風に自分の望みを見るっていうことをしてください。みんな自分を見てなさすぎる。自分が何が好きで何が嫌いか分かんなかったら悩むじゃん。自分が何が好きか分かんないから悩むんだよ。どうしたいか分かんないから、どうしていらいいんですかとか言って漠然とした悩みを占い師とかに喋るんだよ。やめようぜ。そう、私ね、カード対話してた時で、ね、本当にね、それはやめろって言ったの。お客さんとして来た人に、その問いは絶対にしてくんなって言ったの。無駄だから、お金の。自分が行きたい未来を自分で決められてなかったら、アドバイスしようがないんですよ。言葉が出てこないんですよ。え、違う。だって、私、あなたが選ぶ選択肢っていうのは全て正解なの。今どんなに苦しい現状があってもそれはそれで正解なの。あなたが望んだからその未来があったの。私パワハラめっちゃ受けてた。セクハラも受けてた。なんなら最後の方モラハラも受けた。すごかった。で、それはなぜ私がその現状を選んだかっていうとね、ここにいたいって望んだから。それでもいいから、安定が欲しかったから。これが社会なんだ。これが現実なんだ。これが社会で働いてお金をもらうっていうことなんだ。だから歯を食いしばって頑張らねばって私は思ってた。死ぬよ。死ぬよ。そんなこと思っちゃダメよ。苦しいんだったら苦しいって思わなくなるとね、ずっとね、残念なことが起き続けるの。私はその残念なことをノートに書き続けてたの。上司にこういうことされた、ああいうことされた、こんなに辛かった、残念だった、死にたいみたいなことをずっとノートに書いたから、何が起きたかっていうと、フォーカスが起こってたんですよ。苦しい現実にひたすらフォーカスしてたから、だからね、もうすごい長かった。そのパワハラされた期間と、モラハラされた期間と、攻撃されてた期間と、苦しい、死にたい、朝起きたらもう呪詛を唱えながら、死ね死ね死ねと言いながら、歩いていく中野、みたいな。辛かった。それが起きてたのは、私がそこの現実、辛いものにだけフォーカスをかけちゃったから。今脱したい人、今の現実から変えていきたい人、話聞いてくれ。自分がこうがいいとか、ああがいいとか、これが欲しいとか、こういう風味がいいとか、何それ、私もグッチのなんかケーキとか食べたいとか、書く、望む、これがいい、あれがいい、わがままでいい、とりあえず望む。と、何が起きるかというとね、すぐには叶わないよ。叶う人もいるかもしれないね。叶わない人もいるよ。叶わないからって落ち込むんじゃないよ。目的はね、元気になるんだよ。自分の望みを知ると。へえ、私これが好きなんだとか、へえ、私予想よりも、自分が思ってたよりも、アールトの建築やたら好きだな。私やっぱりフィンランド行きたい。やっぱりフィンランド行きたい。フィンランド行きたいとか思ったりとか、するの。自分の好きなものを知るとね、嬉しいの。わかるでしょ？あなたの恋人があなたのこと分かってたら嬉しいでしょ？気が利くとか、帰ってきた時に風呂入れてくれてたら嬉しいじゃん。ね？先回りしてあなたのことを分かってくれてる男がそんな隣にいたら嬉しいじゃん。それを、いい男が欲しいとか言う前に、いい男みたいなことを自分でやるのよ。話聞いてやんのよ、自分で。今日春ちゃん悩んでんじゃん、どうしたのって。会社辛いことあったの。男がいないんじゃないの、その男自分やるんだよ、自分で。それやってるから私の隣にいる男はいい男なんだよ。もうすっげえ気回ってるもん、すごく。家帰ってきた時に、お帰りって言って、風呂入ってるから入りって言って、もう腹キンキンになってる中で風呂入れてくれて、寝ときなって、もう夕飯用意しとくからって言って、もうこうやって寝てて、ご飯できたよって言われてご飯食べて、そのままにしといて、片付けとくからって、とか、片付けてくれるから、私もう一回こう自分の部屋に戻って、ゴロゴロしてこうやって YouTube 見て。で、そしたらうちの夫またやってきて、チュッチュッチュッチュしてくるっていう。え、何これってみたいな。すごくない？よく考えたらすごくない？みたいな。めっちゃ支えられてない私、みたいな。なぜこれが起きるのか。
私が私のことめちゃくちゃ構ってるからです。はるちゃん何したいの、どうしたいの、何したいの、ねえ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 って言っていっぱい私が話しかけてるから、だから叶うんです。だから私の隣にいる男はいい男なんです。はい、まさよさん、叶わないことにまたフォーカスしてました。はい、これは習慣づけです。私も叶わないことにフォーカスしてる時期かなりあったので強制していきました。意図していっぱいこうなったらいいなを一生懸命書いてきました。そうだよ、今気に食わない現実があって、はぁ、マジやってるんね、走れとか思ってるんだったら、そんなこと、それは、それだけども、じゃあ何がいいんですかっていう、一回望みドーンって出して、ドーンって出した後に、気持ちいいじゃん。で気持ちいいからもうヘルス変わってんの。周波数変わってんのよ、自分の。はぁ、叶ったらいいな、マジで。はぁ、ってなった後に、もう現実もう一回見て、じゃあどうしようかなってやったら、じゃあこうしようかな、しようかなっていう風に、切り替わってる気持ちが。これ、いいってなったままで、いいってしたことやるとね、ミスするし、なんか落とすし、なんかもう残念みたいなことが起きるから、やめろ。今の自分の行動するときに、ヘルツ確認してくれ。自分がどういう風な反応してて、ハッピーっていう状態でやれば、大概のことはうまくいく。いいってやってるときは、もういいってやってるのを、感じきって怒り出して、で、それで望みを発射し終わった後に切り替えようか。ワンセットです。そんな感じでやってください。はい、ということでした。急に配信したのに聞いてくださってありがとうございます。はるかぜみなでした。バイバーイ。